こうプロ選手がこうしてほしい、ああしてほしいって言ってくれる機会ってあんまりないんで、まあ、大会も僕開催しているので、ぜひいろいろ聞きたいんですけども。まあ、日本のことを言うんだったら、はい。もうちょっと大会に出てくる、大会に出る人増えてもいいかなって思うんですけども、間違いないです。もうプロ以外出てないみたいな印象あるんですよね、やっぱり。基本的に。まあ、理由もあると思うんですけど、まず、その登録するサイトが海外、全部英語。確かに。で、まあ、俺がアバっていうゲームやった時代なんですけども、公式ホームページからもうすぐにちゃちゃっとできて、まあ、ランクで言ったら、もうで、ブロンズの人も大会出るような公式大会。めちゃくちゃ人多かったんですよ。はい。もうそういう感じだったら多分、まあ、一般の人も出るし、まあ、規模も結構変わるかなって思うんですけども、まあ、難しいんですかね。まあ、理想。僕が出身の荒野行動は、本当にもうド下手のキルレ0点なんとかみたいな人たちもみんな大会出るんですよ。それはやっぱり賞金付きの大会が当たり前なんで、30分おき24時間大会あるんですよね。気持ち悪いんで、荒野界隈。一つの時間になんか14個ぐらいと20個とか大会バババババってあるんですよ。やばそれがもう全部埋まって、しかも全部しっかり賞金ついててみたいな、1位1人当たり1500円みたいな。だから、まあ、そのような文化っていうのを作れたら、やっぱり競技シーンに出場するのは当たり前だし、競技シーン、大会に出るから、じゃあもっとプロから学ぼうっていうことで、そのプロにの需要っていうのもどんどん、影響力っていうのもどんどん増えてくるのかなって思うんですけど、まあ、現状やっぱりカスタムがやっぱり制限されているっていうこともあって、まあ、なかなか、まあ、そういう、まあ、自由にそれぞれが主催運営っていうのはできないっていうのはあるかなって思いますけど、今後なんかカスタム付与されていく可能性はあるので、そういう、まあ、やっぱり賞金付きの大会っていうのは増えてって、まあ、例えば、まあ、高校生とか、やっぱり、まあ、社会人と比べたらそこまでお金ないんで、まあ、そういう彼らが結構出場しては賞金を稼いで、でもっと競技シーンに興味を湧いて、さらに出場をもっと力入れていくみたいな動きっていうのは出てくるんじゃないかなとは思いますね。まあ、エイペックスもそんだけ まあ、ブロンズとかでも出れるような、まあ、大会とか、あったらすごいですけどね。あと多分結構文化の違いみたいな、まあ、アバダサイトはちょっと分かんないですけど、北米とかは多分結構やっぱり e スポーツ身近にあるもんだし、あとは何かに対して何かを競うってことは多分結構好きな国、お国柄なのかなっていうのを思ってて、そういうところもあって、やっぱりしっかりチーム作って出場するみたいなところがあるんじゃないかなって思うんですけど、だからなんか日本面白いのが、なんか他のゲームとかだとすごいチームって多いじゃないですか。アマチュア、無名とか。それこそカジュアルな人たちだけで組んでいるチームとかあったりすると思うんですけど、Apex は本当に競技シーン以外チームが存在しないみたいな。確かに。で、結局、その、なんていうんですかね、ランクを回るときは、まあ、ただのなんか身内の仲いいっていう定義で、まあ、チームっていうくくりではないっていうところもあって、そういうなんか、まあ、ランクシステムのさらに上のなんか、まあ、今日チームを組んで出場するみたいな、まあ、難しいですけどね、そういうシステムとか、まあ、練習、まあ、試合システムみたいなのがあると、またなんかチームっていうのがどんどん増えてきて、お一緒にチームとして頑張っていこう、もっと伸びよう、お次は競技シーン挑戦しようみたいな動きも出てくるかもしれないんですけど、なかなかないですよね、そういうないっのすも。ね。難しいです、競技シーン。まあ、大会がどんどん増えてくれればっていう形ですね。僕たちも結構いろんな主催者とか、そういう主催者を支援してもっと大会増やしていこうっていう構想はあったんですけど、いかんせんちょっと人が足りなさすぎて無理だっていうことで、今それどころじゃない状況ではありますね。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろん。またね、バイバイ。最高。